この後は世界の村で発見、こんなところに日本人、3時間スペシャルがありますよ。ここで岡山香川で発見、こんなところに外国人。高松市牟礼町のアトリエで創作活動を行っているのはイタリアからやってきたルカローマさんです。2000年に来日したルカさんは2003年香川県展で外国人初の県知事賞を受賞。その後も数々の作品を手掛けてきました。長年日本で暮らしているルカさんですが、休みも少なく働いている日本人のライフスタイルに違和感があるそうです。一日はほとんど同じ日本の、だけど休みサマーバケーションとかクリスマスはもっと長い。サマーバケーション1ヶ月ぐらい、クリスマス1週間半ぐらい、学生はもっと長い。お母さんは私の日本のライフスタイル言ったらすごいびっくり、どうしたの？大丈夫？外国で暮らしていくにはその国のライフスタイルに合わせていく苦労もあるんですね。 もっともっと上手になりたい。彫刻とかブードとか何でもグレードアップいつもしたい。それは、私の夢。向上心の強いルカさん、目標に向かって頑張ってくださいね。さあ、この後はどんな外国で頑張っている日本人がいるのでしょうか。世界の村で発見、こんなところに日本人、3時間スペシャルはこの後すぐ。世界の村で発見、こんなところに日本人、3時間スペシャル。フィリピン、ジャングルの奥地に。もともと東京大学に入って。エリートの道を捨て、なぜ。今夜7時。